ヘイロー、ザ・フォール・オブ・リーチは、ハロシリーズを題材としてノベライズされた、小説作品である。出版されたのは2001年10月頃で、著者はエリック・ニー・ルンド。シリーズ第一作、ヘイロー、コンバット・エボルブの前史にあたる作品であり、ゲームでは語られることのなかった物語が描かれている。特に、 ゲーム本編では科目である主人公マスターチーフの幼少時代やその仲間たちにスポットライトが当てられている点は特徴的。人物や組織、場所、歴史などの様々な裏設定が描かれているので、後のハロシリーズの世界を語る上で欠かせないバイブル的作品とも言える。2012年5月25日に日本語翻訳されたものがーブックスより発売された。 2015年に CG 映画化された。監督はイアン・カービー。繁栄を謳歌している人類を統括する組織、アンスク国連スペースコマンドは、さらなる拡張などのために、最強の兵士を必要としており、隠して、スパルタン2プログラムが開始された。スパルタン2プログラムとは、文字通りスパルタ教育を彷彿とさせるプログラムであり、その内容は、 強制的に徴兵された子供たちに電子操作などを施し、人為的に超人的な能力を持たせた最強の兵士を作り出すというものであった。子供たちには徴兵時に認識用の名前が付与され、以後もその認識番号で呼ばれることを強制される。そしてその中には、スパルタン -117、つまり後のマスターチーフの姿もあった。 ジョン117は激烈な軍事教育の中で、競争力の強さを発揮し、やがて文体のリーダーに選ばれる。そして、西暦2525 25年、ジョンが14歳の時に、彼らスパルタンは、能力強化のため神経的な改造を受けることになる。科学者、キャサリン・エリザベス・ハルゼー博士によって選ばれた75人の、 スパルタンたちの中から、ほぼ半数である33人のスパルタンだけが、この神経改造に適合。12人が副作用により永続的な障害を持ち、30人が命を落とした。その後、適正したスパルタンたちは、アンスク海兵隊たちとも軍事演習などを行うようになり、そのスパルタングループのリーダーであったジョンは、海兵隊員にも階級名である。 マスターチーフとして広く知られるようになる。そして2525 25年、遠方の植民地惑星であるハーベストの連絡が途絶え、アンスクは調査部隊を派遣する。しかし部隊はほぼ壊滅、生き残りによれば人類以外の知的生命体から攻撃を受けたとのことだった。やがてこの生命体は神との契約者を自称する。 コブナントというエイリアン連合軍だということが判明し、これに合わせスパルタンも最新鋭の戦闘服であるミョルニルアーマーを装備、徐々に最前線に駆り出されることとなる。スパルタンは大変優秀だったが、結局アンスクは宇宙での戦闘にことごとく敗北を重ね、人類は植民地を次々と失っていた。そこでアンスクのプレストンコールは、 地球の位置をコブナントに絶対に知らせてはならないというコール議定書を発令。議定書の内容はというものであった。対コブナント戦争は継続し、時は2552年7月17日。人類のテリトリーにコブナント艦隊が進行し、アンスクの駆逐艦、イロコイ号がこれに応戦。 コブナントの船一隻に対し、アンスクは四隻あって、ようやく対抗できるというのが、当時の戦力差であったが、イロコイ号の艦長、ジェイコブ・キース艦長は、たった一隻で、敵艦隊のフリーゲートを二隻、駆逐艦を一隻、空母を一隻と合計四隻のコブナント艦を、撃破した。後にこれは、キースループと呼ばれるようになる。 色恋号はこの戦果を報告するため、惑星リーチへと帰還するが、実は艦には、コブナントの発信機が取り付けられていた。キースは、この件で大佐に昇進し、対、コブナント用の回収を受けた、戦艦オータムの艦長となる。だが、翌月8月30日、追跡用の発信機に従った、コブナント艦隊の大軍は、惑星、リーチの軌道上に、展開。 直ちに攻撃を開始した。二日後に開始される特殊任務のために現地で集結していたスパルタンは二つの部隊として急遽編成される。リーチでの戦闘は過激を極め、最終的に惑星リーチは陥落。スパルタンもほぼ壊滅し、生き残ったマスターチーフはキース艦長の戦艦オータムにて脱出。その後アルファ。 ヘイローでの戦いをこなすこととなる。ありがとうございます。